あ、もしもし、松田、今日遊びましょうよ。え、あ、予定あるんですか。あ、わかりました。失礼します。マジか、松田誘うか。え、いや、次どうします。飯でも行って。そうっす。なあ、つた、話があるんだけど。まっちゃん。は？まっちゃん。おお、お前何やってんだよ。マツさん、俺はここにいるんで安心してくださいね。は？何知ってんだよ、つた。何知ってんだよ。うんこしてんだ、あっち行けよ。まあ、そう言わず楽しい話でもしましょうよね。あ、なんだ。実はよ、マツさんって幽霊が苦手なんだってよ。え、そうなのか。ああ、トイレに一人で行くとき体震えるんだってさ。俺らに弱いとこ見せたくなくて強がってるんだろうけどね。とにかく俺ずっとここにいるんで安心してください。はあ、何言ってんだよお前。気持ち悪いからさっさと出てけよ。マッツさん、大丈夫ですから。全部分かってますから。いや、出てくれてるよ。いやいや、大丈夫ですよ、マッツさん。いいよ、お前、出てけよ。分かってます。そう、サブられていることに気づいた吉田は、二人の仲を裂こうと、熱田を騙していたのであった。さらにそこから、吉田の計画は加速した。純粋な熱田を騙し、松本の嫌がることをさせ、二人の仲が引き裂かれるよう助言をし続けたのであった。おい、ぼっち。あ、マツコ、どうしたんすか。最近なんか熱田の様子がおかしいんだけどよ。なんか知らねえか。おい、マツコが言ってやらせてたんじゃないですか。俺は何も言ってねえや。急にあんなになっちまってよ。ああ、そうなんですか。なんか事件の香りがしますね。あそこ、あそこ。おお、ぼっちか。どうした。最近松君に対して不可解な行動をとってると思うんですけど、どうしたんですか。不可解。ああ、亮が松さんのこといろいろ教えてくれてよ。それで松さんが喜ぶ行動をしてるわけよ。え、亮君が。うん、松君、おそらくそれ亮君に騙されてますよ。あ、騙されてる。ああ、理由は分かりませんが、松君が嫌がることを厚田君がするように誘導して二人の仲を引き裂こうとしてるんじゃないですか。はい、間違いありませんよ。これはね、やられてますよ。厚田君、どういうことか分かってますか。これ何するんですか。おい、ぼっち、ふざけんなよ。あいつがそんなことするわけねえだろ。おお、落ち着いてください、アツ君。僕にもそう思う理由があるんですよ。
いいか、ぼっち。ダチ疑うぐらいだったら、騙された方がマシなんだよ。おお、りょう、今の聞いてたか。なんか、ぼっちがわけわかんないこと言っててよ。ごめんな、りょう。気悪くしたろ。あんた、ごめん。遊び、断られたとき、あっさとマスさんのことを目撃しちゃったんだよね。え？それで、はぶられてると思ったら、怖くなって、全部、ぼっちの言う通りなんだよ。そうか、ぼっち、さっきは一発殴っちまってすまなかったな。あとで一発俺のこと殴ってくれ。あ、やった、わかりました。りょう、ちょっと来い。どこまで行くんだよ。もう殴られる覚悟ができてっからよ。ここはマツタンチ。これって、おお、あつさ、遅かったじゃねえか。あ、なんて量がいいんだよ。ああ、お前の誕生日のために内緒でいろいろ準備してたんで、誤解させちまって悪かったな。あつさ、ごめんな。何だって。本当にごめんな、あつさ。どういうこと？ありがとうございます。よし、ぼっち、一発だ、一発だ。殴ってくれ。はい、一発は一発ですからね。歯食いしばってください。いきますよ。ピッチャーリ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 ッ